ルイ、せっかく学校行かなくていいんだから一緒に遊ぼうよ。そうだぞ、そんな勉強ばっかしてるとアホになっちまうぞ。アホになるのはゴーンジの方でしょ。基礎学力が。休憩がてらお菓子買いに来たぞ。休憩って、ベケッツは今日もゲームしかしてないでしょ。ルイ、僕こんだけ欲しい。6個もなんて買わないよ。3個戻してきて。それじゃ4個になっちゃうじゃんか。違うぞベケッツ、どこだ。どっちも違うんだけど。ここまでアホだったっけ。すいません、これお願いします。はいはい。レジのこの数字なんだっけ。丸、棒、アヒル。もうわかんないから、だいたい1万円で。お菓子3つでそんなに高いわけないじゃないですか。ちょっと店長さん。申し訳ありません、お客様。10万円になります。もっと高くなった。あれ、この人たちもアホ。